こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑名正則です。今日の波動チャンネルでは、ただより高いものはないの本当の意味というお話、エネルギー的な意味ということなんですが、それをお伝えしようかなと思います。で、先日ですね、上げた動画で、エネルギーヴァンパイアというのを取り上げ、こんな人はエネルギーを奪うから離れようということで、どういう人かというと、何個か紹介した中で、くれくれの人であるとか、得をしよう得用しようという人がいると、そういう人いると自分のエネルギー取られてしまうので、距離を置きましょうという話をお伝えしたんですけれども、それとこの話はつながってきますので、で自分はどう生きたらいいのかということをお伝えしようかなと思います。で、ただより高いものはないっていうのは、慣用句だったりことわざだったりするんですかね。意味としては、ただで何かをもらうと代わりに物事を頼まれてお礼に費用がかかったりして、かえって高くつくと。ただでもらうと、それ以上のお返しした時、結果的にそのもの以上の値段のものを返すことになってしまって、結局高くつくみたいなことを言われますが、エネルギー的に見るとですね、よくわかるので、気をつけるべきこともよくわかるのでお伝えしようかなと思います。で、全て僕たちの現実は全てエネルギーの循環で成り立ってるんですよね。人は、エネルギーがあって、何か提供をして何かが入ってくるという、この循環の中で、人は生きていると。で、仕事なんか一番分かりやすいですが、自分が持っているものを差し出すことで、で人に提供することで、価値感じてくださった方がお金を払っていただく。サラリーマンの方だったら時間とか労力とかスキルを会社に提供して、会社からお金をいただくという、この全てこの循環で成り立ってるんですよね。で、同じこのエネルギー量は一定になるようになって、エネルギーをこれだけの量を出せば同じ量入ってくるというね、そういう流れの中に僕たちは生きてます。これをエネルギー循環と言いますが、で、ただで何かをもらうっていうことは、この循環の中でさらに、自分がのところにエネルギーが入ってくるということです。入ってくるということ。で、エネルギーが入ってくると、これは常に一定になるようになっているので、何か出ていく作用が起きます。必ず。何か出ていく作用が起こるんです。で、これは、自分は予期してないことだったりする。この循環を普通は考えてないので、何かタダでもらうと、エネルギー奪われるみたいな。例えば臨時の出費とかね、予期せぬ出費であるとか、予期せぬ何かでエネルギー使わされることとか、そういったことで、出ていくことが強制的に起きます。で、この出ていくことを自分の同意でやってると、そんなに何も思わないんですが、これは自分が予期せぬことで起こるので、なんかメンタル的に嫌な気持ちになることが結構あります。なので、ただで、もらおうとしたりとか、別に安く物を買うということは悪いことではないんですけれども、その相手が安くすることでも、相手が得するならいいんですけど、相手に損してまで自分が安く買い叩いたりとかね、そうすると自分がエネルギー奪ってしまうので、その分出ていくっていうことが起こります。なので、ただとが悪いわけでもないし、安く買うことが悪いわけではないと思っておいてください。安く売ることで結果得する相手もね、相手ももうこれ処分したいからっていうものであれば、安くても相手は喜んでくれるので、それは全然いいんですよね。でも本当はこの値段ぐらい欲しいのに、それ以上に買い叩くと相手は損するので、そういうふうになっていくと、自分も得したように見えて、結果的にエネルギーが出ていくっていうことが起こるようになります。なので、このことは十分気をつけられる方がいいかなと思います。そして、じゃあ、このことを踏まえ、じゃあどうしていったらいいかというと、幸せで豊かな人ほど丸々している。幸せで豊かな人は何をしているかっていうとですね、人よりもたくさんのことを分かち合いとか先出しをしてるんですよ。自分が持っている情報とか、自分が持っている知識とか、自分が持っているスキルとか、自分が持っている何か
人の役に立つものをまず出してるんですよね。でずっと出してるから人よりもたくさん入ってくるんですよね。入れて出すんではなくて、まず先出しするっていうことをしてます。なのでいい流れがどんどん自分から出してるので、いい流れがどんどん自分の方に入ってくるっていうことになってます。なので、僕はよく分かち合うことをしましょうと言ってますし、動画の最後にいつもお伝えしているのは、この情報が良ければ友達にも紹介してあげてくださいって言ってるのは、この先出ししましょうっていうことを意図して言ってます。先出すと絶対入ってくるんですよね。で人はありがとうっていうよりも、ありがとうって言われる方が何倍も効果的に運が上がっていきますので、必要としている人に渡すことで自分にいい流れを呼び込むことができる。幸せで豊かな人っていうのはこっちをね結構やってるので、こういうただで、ただより高いものはない、ただとかくれくれとかそういうことで集めるんではなくて、まず出すと集まるようになってきますので、まず出すと勝手に集まるようになりますので、そのことをぜひ認識されて実践されるといいかなと思います。今日はただより高いものはないの本当の意味、エネルギー的な意味と、じゃあどうしていったらいいかということをお伝えをしました。で、これ以外にもですね、幸せとか豊かさに関して日々気をつけた方がいいこととか、こういうことしましょうとか、こういう心構えでいるといいですよといった情報をですね、無料で毎日 LINE とメルマガでお送りしてますので、概要欄に申し込みを貼っ付けておきますので、もし興味のある方はぜひ LINE かメルマガ両方同じメールをお届けしてますので、登録してみてください。そしてこの情報が良ければチャンネル登録といいね、高評価ボタンを押していただければと思いますし、もしこの情報が良ければ、友達で必要な方がいればぜひシェアをしてあげてください。いつも波動チャンネルをご覧いただき、どうもありがとうございます。